お疲れ様です。やっぱり来たね。来ました。一人で一人で、はい、カメラマン大概俺のとこにしかまず来ない。他のとこはまず行かないでね。確かに。今日は何してくれますか。今日は初っ端なんで養生。養生。ラブちゃんがいりますか。そう。俺がぎこちなくていいんだわ。なんか変態カメにちょっとなってませんか。ほぼ未経験っぽいね。だから1から。本当に成長記録って感じ。そうそう、1から。出ますか。めっちゃ声ちっちゃいんですけど緊張が。いけますか。なんかやれ、なんかなんかやれ、一番嫌なふりするじゃないですか。じゃあ用意してくれ。監督が言ってるんで。練り替え道場の YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ここでちょっとお知らせです。6月19日日曜日大阪で、7月17日日曜日名古屋で、とび職限定の建設業交流会を行います。社長さんだったりとか一人親方の方、まあ、個人事業主の方、まあ、あと従業員の方でも全然 OK です。とび職人のつながりを持ちたいっていう方、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。バイバイ。ここからやるんですか。んめちゃくちゃ緊張してる。こっから見守ってるんですか、寺口さん。そうそう、見る。見るだけですか、今日。難しそうですもんね、普通に。初めてですよ、これ。難しいですか。緊張してますか。段差もあるから難しいんですよ。段差もあるもんね。こら怒られてあります。テープ取ったの貼ってる意味なしみたいな感じですよ。ラブちゃん、すいません。まっすぐ貼ってるつもりが斜めに行ってますもんね。こういうのって、あ、そうそうそう、これはね、性格性格あ、性格性格曲がってるやつは曲がってるんだ。私も曲がっちゃうんですけど。曲がる。私はすぐ貼ってるつもりが曲がってたりするんで。ひねくれとるやつ曲がってる。器用さとかじゃなくて性格の問題なんですか。性格、性格。あ、ここは見て、ここ、そこがスポーンって押さえて取れ取れてきっちりでねえやマジ癖強いんですけど。なるほど。ラブちゃんは不器用なんですね。あ、そうです。こういう作業じゃ嫌いですよね。あ、そうです。こういう作業は嫌いらしいっす。めちゃめちゃ硬いです。硬い、はい、ちょっと何硬いわね。ちょっと何硬いわね。こっちはこっち上げんと、はい、それ硬いわ。ラブじゃ抜けまくりっすね。抜けまくり。こんな隙間空いてるんですか。だってここ重なってる。ラブちゃん、ラブちゃん、直せ直せ。
もうなんか出てきたの？やばいやばい。向かる向かる向かる。危ない危ない。やばい気持ち悪い。頑張って生きてる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 。練り替え道場の YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ここでちょっとお知らせです。6月19日日曜日大阪で、7月17日日曜日名古屋で、とび職限定の建設業交流会を行います。社長さんだったりとか一人親方の方、個人事業主の方、あと従業員の方でも全然 OK です。とび職人のつながりを持ちたいっていう方、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。こんな感じですかね、うん。じゃあ次は塗るところをぜひ見せてください。塗るところ、ラブちゃん塗るときありますか？あるよ、この塗ってますか？塗ってる。じゃあそれを次はぜひ1日で筋肉痛本当ですか？もともとだって見てですもんね、1日で筋肉痛なんかしじゃあこの大きい落ちちゃったらもうやばいんじゃないですか？次の日動けないんじゃないですか？動けない。じゃあこれ、これ手だけじゃなくてもう全身で両手で描いて。じゃあぜひそれ見せてください。ここ2つ持ってて一緒でどっちも塗れるし、左右から塗れるいいじゃん。いい技持っとるかもしれないですよね。アンチを最初でそんなアンチ言われてもって感じですよね。最初からできてたらもうプロっすよ。できるわけねえやん。当たり前やろって。じゃあそんな感じで一面貼り終えたということですか？一応作って本当だい。頑張ってください。ありがとうございました。なれるしなれる。また塗ってる時取りに来るんで。また取りに来る。はい。また成長してくらいに取りに来ますね。まあ養生。怖いこと言い始めたっすよ。いますか？いますらしいです。そんな感じでありがとうございました。じゃあまた次回。じゃあまた次回。また見てねってやってください。また見てねや社長だもんね。ありがとうございました。じゃあ終わります。終わります。